かさちゃんです。いやもうほんときょ朝からみんなに祈ってるよ頑張ってって言われてもうほんとにみんなの優しさに染みてます。ます so、for for 本当に感謝してます。Just, so、今日はうちにある強さというテーマでメッセージしたいと思います。最初に祈らせてください。So、pray, 神様きょうメッセージをします。 Father God, thank you for this message. I pray I can speak just your words. And I pray you would help me and every person here to receive what you're speaking to us today. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. まずこのうちにある強さ、なんでこういう題にしたかというと、so um, えー、自分が弱いなっていうことを最近ね、痛感し続けてるからです。そんなにあのめっちゃ悩み事があるとかじゃないですよ。あ、like、そうなんですよ。超元気です。Just realizing this. でも、世の中にある強さ。 ちょっとだけ隣の人と自分の強み強みっていうのはなんかちょっと誇れるもの例えば元気とかでもいいしちょっとだけ話してみてください <Yeah. S 2> 自分の強みって何だろうちょっと誇れるもの try telling the person next to you like what's something what's a strength of yours what's something you're proud of of yourself <laughs>、まあ ある人は学歴こんだけ頑張ってこの大学にあ聞いてくださいね皆さん聞いてくださいねあ聞いてますかリオ太郎さん大丈夫ですか聞いてますか <Okay. S 2> <laughs> まずは例えば学歴自分が勉強してきたスポーツで頑張ってきた 自分が頑張ってきた努力が自分の強みになっている人いると思います。例えば、部活で選ばれるとかもすごい強みですよね。一軍に選ばれるとか、私だったら高校の時に団体、人30人の中から5人に選ばれた時に本当に私の強みになりました。まして、その中か、ら5人選ばれた時にま 仕事とされてる方はこういう仕事自分の仕事結果とか見て上司に選ばれたりそうやって昇進することも自分の強みになると思います work, results, we boss, まためっちゃ性格のいい彼氏とか彼女できても強みになりますよねこれ全部あなたが選ばれてる時に強みっていうのが来るんです And so when you feel like you're chosen for something, then you feel strength there. And so, for example, when you study hard for university and they say you passed, you're, you're having that, they're choosing you to pass. But all of these things that we're chosen for, they don't last forever. 90歳になったらどうでしょう old, ねああの人の顔も分からなくなりますよね。仕事で昇進してもいつか辞める時が来ます。Work, 今日私はこの永遠に強くなり続ける強みについて話したい。 でここで第2コリントの12の2から5を読みたいと思います。これはパウロが言った言葉なんですけど、14年前、私は天に引き上げられました。肉体のままか、それとも霊だけなのかとは聞かないでください。私にはわからないのです。答えられるのは神を一人です。しかしいずれにしても私はパラダイスに行き、引き上げられたのです。そこで人間には到底表現できない驚くべきことを耳にしました。こんな経験 こそ自慢するに値しますしかし自慢しようとは思いません私が誇ろうとしているのは自分の弱さとそしてこんなに弱い私をご自分の栄光のために使ってくださる神様の偉大さだけです。アメン Okay, fourteen years ago I was taken up to heaven for a visit. Don't ask me whether my body was there or just my spirit, for I don't know. Only God can answer that. But anyway, there I was in paradise and heard things so astounding they're beyond a man's power to describe or put in words. これ面... That... <laughs> Sorry, almost done. <laughs> that experience is something worth bragging about, but I'm not going to do it. I'm going to boast only about how weak I am and how great God is to use such weakness for his glory. Amen. Mm -hmm. これパウロが14年前... 天国に行ったっったてて言ってるんですよ、so、パラダイスっていうのは天国のことなんですけど And paradise means heaven. でも自分でもよくわからなさすぎて。

でも14年前に神様がパウロを選んで天国で神様が人間の言葉では表現できないことを語ったにもかかわらず。Even この14年後に パも、ロは神様に語れと言われて語ったもに、私たちが特別に何か選ばれたり、こんなことが起きたら、その日に、聞いて、聞いて、聞いて、なりますよね、絶対。もし、絶対なんだ。 絶対になると思う。例えばもう何かに選ばれただけでも、Twitter とかインスタとか、もうこういうことが起きた、マジありがとうみたいなのを絶対投稿すると思うな、ね、SNS に。SNS good に。SNS to were o SNS h i n g That day i n s t a g r a m you'd be like t h i s h a p p e n e d t h a n k s に。SNS に、like,。SNS に、so。SNS に <laughs>。SNS に。SNS 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 に。SNSNS 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 に。Paul s a y s I'm o n l y g o i n g to b o a s t about How weak I am a n d how great God i s そこで次の一ポイント目に入りたいと思うんですけど、ここで大切なのが自分の弱さを喜ぶということです。このさっき読んだ箇所では、私は誇っています。自分の弱さを誇っていますって言った。でも次の続きの箇所を読みたいと思います。 そのえ、コリントの12の7から9、その経験があまりにも素晴らしかったので、神様は私が高ぶってはいけないと心を配られました。それで、肉体に一つの棘を与えに、を与えられたのです。それは、高慢にならないように苦痛を与え悩ませ悩ま、悩ませるためのサタンの使いです。私は元通りに回復させてくださいと3度も神様にお願いをしました。その都度返ってくる答えはこうでした。いや、治すまい。 しかし、私はあなたと共にいる。それで十分ではないか。私の力は弱い人にこそ最もよく現れるのだから。だから今では私は自分の弱さを喜んで誇ります。自分の力や才能を見せびらかすためではなく、喜んでキリストの証人になりたいからです。アメン。 So Paul says, I will say this, because these experiences I had were so tremendous, God was afraid I might be puffed up by them. So I was given a physical condition which has been a thorn in my flesh, a messenger from Satan to hurt and bother me and prick my pride. Three different times I begged God to make me well again. Each time he said no, but I am with you, that's all you need. My power shows up best in weak people. Now I'm glad to boast about how weak I am. I'm glad to be a living demonstration of Christ's power instead of showing off my own power and abilities. イエス様に出会う以外にはできません。でも,でも日本人はたまにあの私なんて何もないですっていう人いますよね。選ばれててもも私私の努力じゃなないいででですすとととかにはっっきこがあるんで,すってでもそれっていうのは本当に自信があるけど人に。

And in the end, that really turns to bitterness and jealousy. So, when something you can't do, if someone grows in that, or there's people who have things you don't that are chosen all the time, or when you look at someone who did something really bad but no one knows and so they're going up in life, that will definitely turn into jealousy. And that's not strength, right? でも私たちは、イエス様によって喜ぶことができる。でもそれをどうやったらできるか、2番のポイントです。本当の強さは、イエス様に出会うことから始まります。まあここに初めて来た人は。 イエス様に出会うってどういうことって思うかもしれないし maybe 社会で狙う歴史上の人物じゃないっていう人がいるとは思うんですけどイエス様はここにいるすべての人を愛していてそして出会いたいと思っている神様ですもう出会ってるっていう人はイエス様は今日あなたにいます

ここで第2ペテロの1の10を読みたいと思います。ですから、愛する皆さん、ますます熱心に自分が本当に神に招かれ、選ばれたものであることを確かなものとしてください。そうすれば決してつまずくことなどありません。 So, dear brothers, work hard to prove that you really are among those God has called and chosen, and you will never stumble or fall away. In the Bible, it says a way <laughs> to never stumble. And we feel like the way we can never fall is by trying things or becoming a good person, or like keep loving someone. 忠実になるとか行動を見てしまうでもね、イエス様はそう言ってないの。もう一回読むね、ますます熱心に自分が本当に神様に招かれてて選ばれたものであることを確かなものを信じてくださいって言ってる。 I'll read it again. It says, Work hard to prove that you really are among those God has called and chosen, and then you'll never stumble. Maybe some of you know Jesus from when you were born. その話を聞いたという人もいると思う。また久しぶりだったり、たまに来て、まあ、いるんだろうけど、従うとか分かんないなという人もいると思う。でも、イエス様があなたに出会いたい理由はあなたを愛してるから。これ本当は準備ではしてなくて、ちょっとこのポイント。 ポイントにはないんですけど、一つの聖書箇所を読みたいと思います。たくせいの学生の方は知ってると思うんだけど、進学で本当に頭のいい,こう先,生前い先生がいらっしゃって、ヨウ先生がいらっしゃって、その時に、神様の愛を一番聖書でわかる箇所は、ホセアの11章だっておっしゃって。 And at that time, he said, the chapter that speaks the most about God's love in the Bible is Hosea chapter 11. And when he was told this by his professor at the time, he was like, What? And he didn't get it, so he read it 40 times. どううなるんんだろうと思ってその日の日夜読んでみました30回以上は読んだ,んだけどもう数えられませんでした。

神様は子供のように私はあなたを息子のように愛してそして苦しみの中から助け出した、うん、それなのに呼べば呼ぶほどあなたはますます神様に反撃しいや。神様なんていないよって言って背を向け続けた。私は。 あなたが赤ん坊の時から面倒を見歩くことを教え、腕に抱いた。だがあなたは、あなたを育てたのは、この私であることを知りももししななければ心にかけようともしない私の民は、エジプトやシリやシアに帰る私のところに帰りたくない。からだ But they'll go to Assyria because they've refused to come to me. It says that they have refused to return to me. And it says that my people are bent on turning away from thee. And it says that there's no one to ransom them. どうしてあなたを見捨てることができどうしてせよう。どうして見放せよう。どうして滅びた町アデマやツボイムのように。見捨てることができるう私の心は叫んでいる何としてもあなたを助けたい 神様は今日あなたにこれを語ってます本当にあなたを愛していて何としてでも助けたいと思ってるだから今あなたはここに座ってるんだと思うそしてもうイエス様を信じてる人こんだけ神様が愛してるっていうことを本当に伝えてほしいと思ってる 今、本当に私は大学生を見ていて、周りの大学生を見ていて、何も持ってないけど、楽しいからそれでいいやっていう、この人生は楽しんでるっていうことを強みにしてる人、何人も見てきた。And でも、それはすぐ揺れ動いてしまう。 But that's something that can fall away instantly. And so I want you to meet with Jesus today and experience his true strength. And my third point Jesus speaks new things when we have inner strength. この弱ささっき一番で弱さを喜ぶと言った、so、point, 私たちは弱さがあるときにああ、私こんな失敗するな私こんなのな俺こんなことで悩んでるなと思ったとき、oh, まあいいやって放置する人もいれば like,、oh, 神様助けてって祈る人もいると思う でも本当にそれを喜んでる人はいますか自分の弱さが喜びになってる人。 自分の弱さが喜びにならない限り、神様、イエス様の強さはここに飽きません。なぜかというと、また失敗したときに喜べないからです。またやってしまったと、自分を責めるからです。 この弱さを喜んだとき、イエス様が強さになってくれて、weakness, そして初めてイエス様に出会うんです。 これは出会い続ける。これがすごい大事なんです。それはなぜかというと、ここにいる一人一人に、新しくイエス様が今語りたい言葉がある。いつも全く一緒の人は誰一人いないんです。自分の将来、自分のやりたいことで悩んでいる人もいれば、恋愛や自分の決断に悩んでいる人もいたり、 Some people are worried about relationship or your decision. Others of you might be worried about relationship. But Jesus wants to speak anew to you, fresh today. 第2コリントの4から16を読みたいと思います。ですから私たちは決して落胆しません。肉体は次第に衰えますが、うにある力は日ごとに強くなっていきます。毎日強くなるんですよ。Every day. 嫌なことがあってもイエス様が強くなる。んです自分が失敗しても人に傷つけられてもイエス様が自分の中で強くなってくれる。これほど嬉しいことはないしこれほど力強いことはないですなぜかというと人には影響を与えていきますそのの強さはどんだけ世界中の人があなたを褒めたとしても受け取れない強さでる。 そしてこの日ごとに強くなるという言葉を新新ではこう言いいまますすななる人は日々たたにされていますあなたは毎日イエス様によって新しくさアクますかイエス。。様に出会っってててていいな人は毎日何何でで成長しまますすかか自分を強めていってますか すべての人に過去から学んだことで成長しようとしてませんかもちろん過去を用いて神様あなたを強めてくださるけど強めるのは過去の失敗や過去を学んだことではなく今あなたに出会っているイエス様が言いたいことによって変えられていきます。 だから私たちは日ごとにイエス様によって強くされていける。これを体験していってほしいです。難しいなとか、これ宗教なんかなとか。

本当に揺れ動かない強さがない人はそれを求めてみてください。神様は今日あなたに伝えたいからここに読んでます。そして、私たち章の一節を読みたいからこぎない岩であるを褒めたたえます。 戦いが起こると主は、弓を引く私の腕を強めてくださいます。 でも神様が強て出会いたいですってただ言ってそれ強くなってくださるのは、神様が強くださ強てくださるのは、神様が強めてくだるのは、神様が強めてくが強くなり続ける人生ださるの強くださるのはたまにます、ださるのは、神様が強めてださるのは、神様が強めてくだは、神様が強めてくださるのは、神様が強めてくださるのは、神様が強めてくださるのは、くって書いるてある。

でもその強さっていうのは自慢したくなる強さじゃないんです。いつの偉大さだけを言くなる強さなんです。いたくなる強さなんです。ここれを体験してほしい。祈りたい。と、いと思うので、皆さん立ってください。I would like to pray, so could you stand? みなさん、目を閉じてください。 今から質問したいと思います、like えー、もちろん今このメッセージを聞いて神様からの声を聞いていらないと思う人は大丈夫ですただでもあなたを神様が愛していてあなたをに今日出会いたいと神様が言ってることは真実ですイエス様に出会いたい人 心を開けて聞いてほしい。今までいろんな強さが自分にはあった。そして同時にいろんな弱さがあった。けどすぐ揺らいでしまったり、自分を見てしまうことがある。でも今日新しいイエス様の声に出会い、今日強さをあなたから欲しいという人 あなたに言ら欲しいとい。う人手を挙げてください。あなたに言っ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 てください。あなたにしい人に新しい。人やまに神様を知らない。人に伝えよって思ってい。

イエス様の大きなこの強みを持って恐れず世に、私たに、出てちきため強めに、れ人々のに、この永遠たの愛を伝えたい people, 誰に、も強められないことを人々に、伝えに、めに、 あなたのこのイエス様の十字架によってでしか強めないこの愛を伝えたいと思う人手を挙げてくださいそしてそれを助けてっていう人そのために神様の今の私に声を語ってって言っている人手を下ろしてください最後に質問したいと思います、like、今日初めて来た人 If your first time here, 偶然でここにいるかもしれない。Like、教会ってよく分からずに来た人がいるかもしれない。Really、でもこれはあなたを作って。 あなたに本当に私の存在を築いてって言ってる人がいることをまず知ってほしい。それをあなたのために死ぬほど死んでくれた。イエス様の大きな愛を持った方です。 And that's someone who has such a love for you that he would send his only son to the cross to die for you. And so know that God has called you here today. Maybe you don't understand anything yet. But if you have courage and you want to take a step to believe in Jesus, if you want to just try taking ]その、that step, if you want to try taking that action to believe. もし、you, could you raise your hand? あなたを信じたいですという方です。あな、ま、たを信じたいですという方です。ありがとうごいありがとうございます。ありがとういうございす。います。ありがとうございます。あいます。ありがいりがとうございます。あいます。あい 自分の魂の中で生きてなかったなという人、日曜日にイエス様の声を聞いて強められてたなという人、ごとにイエス様の声によって強められてなかったなという人、でも今日は今日からスタートしたい。

神様がああななたたたをを通してしししててていいいこととくれまますす祈り思たの声を受け取れるるることを感謝しますああなたにによるにあるイエススキリストという強さを与えてくれていることを感謝します神様の偉大さだけを誇ります。 God, we just are in all of your greatness today. The only thing I'll boast in is that I have your love. And when I'm living in the world, かかなな I often stop, stop understanding what true strength is. But today, thank you for teaching me that again. I believe you.

これは本当に自分がイエス様を信じたいですという人を一緒に読んでください。またもう信じている人は今日新しい心を持って。え、今日、新しい心を持って。大きな声で神様に言っていきましょう。せーの、イエス様、私を愛してくれてありがとう。私の心に入ってきてください。私の人生を導いてください。Dear Jesus, thank you for loving me. Come into my heart and lead my life.